東野と申します。ポス 4G に来るのは今日初めてでして、皆さんどんな、この回はどんな感じかなと思ってちょっと楽しみにして来ています。今日紹介する地図、考古地図というものはですね、誰でも作れるというところがポイントで、例えば古地図ブラリー参考とかを作っておられる会社とかありますけれども、ああいうのは自分で作るというよりは会社と一緒に作って、でプロダクトとしてリリースするという形になっているんですけども、私がやろうとしているのは、アプリを作るところも全部地域の人ができるようにしようという試みです。でこれは大学の研究の一環としてもやっておりまして、浅井先生という方、土木系の浅井先生という方とですね、鳥取に地図町という地域があるんですけども、そこから地図町から派遣されて鳥取大学に来られている山田さんという方と、あと、昔鳥取県庁にお勤めになられていて、今は大学で、教員をされている澤田先生という方と一緒にやっています。で、簡単に自己紹介させていただきたいと思います。ツイッターで、こういう猫の画像をよく使っているんですけれども、アカウント名が6150-3891っていう誕生日の逆の数字になっているものです。で、もしよかったらすぐフォローしてくれるとすごい嬉しいです。結構普段ツイッターで生息しているので、面白い情報が結構来ると思います。で、Facebook もやっておりまして、私の東野正幸で検索するか、正幸東野という頭文字を入れると見つかります。こっちも猫画像です。で、普段はですね、私 Ruby とかですね、 Ruby on Rails とか Java とかですね、 Node.js とか Prolog とか、プログラミング言語の分野でうろちょろしている人 で、これまでずっと地理情報というのはあんまり扱ってこなかったんですね。で、今年から一緒にこの研究をやることになって、初めてポス 4G に触れたという、形です。で、普段のお仕事なんですけど、鳥取大学の総合メディア基盤センターというところにいまして、大学の情報ネットワークとか情報システムの運用とかですね、サイネットっていう、学術用のネットワークの接続をああだこうだとかですね、そういうメンテナンスをしています。で、あと研究分野はもともとはですね、分散システムの研究がメインで、こっちが私のメインの研究なんですけども、他に強度行動障害、障害者の方々を支援するようなシステムとかですね、あるいは子ども向けに情報モラルを教育するためのシステムの研究っていうのを、他の方と一緒にやっています。で、あと、自己紹介これで最後ですけども、コードフォー鳥取っていうグループの代表もしています。コードフォー鳥取 .org でホームページが見れます。で、今日の内容なんですけども、文化的、この会に来るの初めてなんで、皆さんどれくらい、どういうバックグラウンドの方がいるのかあんまりわからないですけど、文化的景観っていうのを聞いたことがあるっていう方、もしおられましたら手を挙げていただけますとすごい嬉しいです。ありがとうございます。結構4分の1から5分の2ぐらいの方が知られているような感じです。はい、ということは私はあんまり説明しなくていいのかもしれません。で、今日はまずその文化的景観の話と、でそれの保護制度っていうのがありますので、それの話をしまして、でそういうものを学ぶための地図アプリを作るに至る経緯だった経緯と、あとこういう地図アプリを、エンジニアだけが作るんじゃなくて、最近はシビックテックとか、地域住民がみんなでアプリを作ろうという流れがありますので、オープンソースの文化とこういう地域の住民が、集まるとですね、文化の混ざり合いが起こるわけですね。で、そういうのを期待して、これから地域情報化どうしていったらいいかという文脈でアプリの紹介をいたします。で、まず文化的景観とはということなんですけども、文化財保護法というので規定されているようでして、地域における人々の生活またはなりわいおよび当該地域の風土により形成された景観地で、我が国民の生活またはなりわいの理解のために書くことができないもの、初めて声に出してみましたけど、こういうものだそうです。で、簡単に言いますとですね、これまで景観を保護するっていう仕組みがなかったんですけれども、2004年から新しい文化財の
一類型として定義されて、ちゃんと守る仕組みができましたということだそうです。で、文化庁のホームページにちゃんと載っています。で、まあ、どういうものかというとですね、あの農耕とか住居とかですね、まあ、水の利用とか森林の利用とか田畑の利用とかですね、こういう景色とか景観とかこういうのを守っていこうというための制度です。で、これもあの公式にこういうパンフレットが配布されてて、でこういう制度を守るためには結構あの地域住民が待ってたらできるわけになって、これを守るための仕組みをみんなで地域住民は考えていかないといけない。で、考えてこうやって守っていきましょうというルールを決めて、でそれを国に申請するという流れになっているので、こういう文化的景観を守るためには地域活動というのがとても重要になります。で、特に重要文化的景観という、制度がありましてですね、で国内でも確か50件ぐらいしかなかったと思うんですけれども、こういうのに国に設定されるには、まずその地域に住んでいる人が自分たちの景観というのはこういう価値があるんだということをちゃんと定義して、それを示さないといけない。でそれを守るためにはどうやってそれを保存していくかとかですね、それをどうやって保護するために、どういう条例が必要かとかですね、そういうのを整備した上で、これで今ちゃんと守りますよということで国に申請しないといけません。なので、例えば都会から田舎に来た人は、のどかな田園風景だと思うかもしれないですけども、そこに住んでる人にとっては、それもう畑使わなくなったのに、それを維持しないといけないとかですね。で逆にここにマンションを建てないけど、ここは条例で変えちゃダメってなってるんで、マンション建てれないよとかですね、そういう景観を保護するっていうのには、そういう制約もあります。でそういうことをするためには地域が、みんなで考えて、で合意を形成していって、で、つまりみんなでやらなきゃいけないという結構難しい制度です。で、こういう取り組み、文化的景観を守るためにはですね、これは人がこれまで生活してきた営みと一緒に出来上がってきたものですので、文化財として出来上がったものをずっと固定するわけでなくて、ある程度は保存しながらも普段の生活と共存していかないといけないので、地理とかですね、歴史資料っていうのを子どもから大人までみんなで継続的に学びながら理解していかないといけない。でこういう理解していくための仕組みとして古地図のアプリができないかなというのがモチベーションです。で例えばこういうのってアプリをどこから買ってきて、でデータを入れ替えるだけではなかなか続かないです。で地域の情報っていうのは地域の人しかわからない。でここにこういう畑があるとかですね、ちょっと前 Google マップがないかでですね、文明が見つかったと思ったら、ちょっとそこだけ怪しい畑だったとか、ちょっと事件がありましたね。ああいうふうにもう地域の人に聞いてないと分からないことはいっぱいあるんで、アプリを買ってきて中を入れ替える、データセットを変えるだけじゃなくて、アプリ作るところから自分でやりましょう。で、そういうことが必要じゃないかなというのが提案です。で最近のトレンドを見ると、まず皆さんご存知だとは思いますが、オープンデータというのがあります。でこれは普段の人はですね、ソフトウェアのライセンスとかデータのライセンスとかこれまで意識していなかったんですけれども、そのデータにちゃんと、使用どうやって使ってもらいたいかっていうのを明記して、で公開するっていう、そういう文化がちゃんと広がってきています。でまたシビックテックってエンジニアが技術を使って自分たちの住んでいる地域を良くしようという取り組みも始まっていますし、で皆さんご存知だと思いますが、コード4というですね、地域活動を組織する仕組みだとかですね、あるいはコード4という名前でそういうブランディングをする、活躍している人を、ブランディングしてあげるような仕組みも確立されてきています。であと昔地域情報化っていうと、なんか情報システムを導入して便利になった、コストが減ったとかですね、そういうのが多かったんですけども、最近はハッカソンっていう活動が出来上がりつつあって、地域情報化っていうのは情報システムを導入するだけじゃなくて、自分たちで作っていこうっていう能動的な動きに変わってきています。
あとあのこれをこれと一緒にですね、まあ、これはご存知の方も結構いると思いますけども、あの第4次産業革命に向けた人材育成統合イニシアチブと言ってですね、まあ、プログラミングの必修化とかちょっと話題になっていると思いますけれども、小学校から研究者レベルまで包括的にあの情報を扱えるよう、情報を扱えるような人材を育てようというのが動きつつあります。で今あの、鳥取大学の付属中学校とか見てもですね、まあ、結構悩んでるみたいなね、一体何を知ればいいんだとかですね、まあ、結構あちこちもやもやしている。でまあ、これができると結局あの情報システムを使うんじゃなくて作るっていうことにどんどんシフトしていくはずです。でなので、まあ、今コチズアプリはあのエンジニアしか作れないような状況にあるので、まあ、そうではなくてこうみんなで作れるようにはどうしたらいいかっていうのがモチベーションです。でここはちょっとあの学術的な内容になるんですけど、まあ、これまでその地図とかですね、で地図を使った街歩きとか、まあ、どういうふうに、どういうことが行われてきたかということですね、まあ、ちょっとあの国内の論文を調べてみますと、まあ、1989年に中村さんという方がですね、ガリバー地図というのを提案されています。でみんな自分の地域のことをよく知らないといけない、だから、まあ、でもなかなか気にかけてくれないので、ものすごく部屋一面のような、まあ、大きい地図を用意して、でこう見て、じゃあみんなで何か書き込んで遊ぼうっていう、まあ医師の遊びを通じて、まあ、住人の町づくり参加を促進するというのが事例がありました。で、まあ、それ、まあ、そういうガリバー地図っていう後にですね、今度なんだあのそういう地図の遊び、部屋の中で仮想的にこう書き込む、あのどういうものがあるとか書いていくだけじゃなくて、実際に外に出て町で歩いていろいろ探検しようっていう取り組みが、まあ、91年頃に出てきたみたいです。矢尾さんという方の、まあ、そういう論文の考察があります。でこの頃からだんだんそのアプリを使って、あのこの頃はまだアプリじゃないんですけど、まあ、地図を持ってみんなで探検して情報を共有する、調べるというのが、まあ、出来上がっていた。で、まあ、2003年ぐらいになるとインターネットが普及したので、じゃあ、まあ、アプリを使おうという流れになってきまして、で、まあ、2003年書き込むアップっていうのを作った人がいてですね、まあ、地図にいろいろ情報を書き込めるようにウェブの地図に書き込めるようにしたするっていうのを、まあ、研究でやられていた方がいます。でもう一つのあのコンジャクマップはすごく有名だと思いますけども、このコンジャクマップでも2005年ぐらいに、まあ、研究としてやられています。でこうやって情報化が進むとですね、あのいろんな人の意見がどんどん混ざってくるようになるので、今度合意形成しないといけなくなるんですよね。でそうするとあの合意形成どうしたらいいかという分析がもう進んできて、で、まあ、例えばあの地域に住んでいる人は市民の個人と市民のグループと、まあ、専門家によって全然評価が考え方が違う。でそれを、まあ、どうやってみんなで合意形成しないといけないかという、まあ、そういう仕組みを考えている人が、まあ、大体2000年の、まあ、1年頃から始まって、2008年頃には大体まあ、いろんな合意形成の方法が出てきた、引き出したというところです。で、まあ、これから作るのはアプリなんですけども、あのみんなでアプリを作るということは、まあ、何らかの合意形成をしないといけないということなので、それと一緒にあの、まあ、既にどんなアプリがあるのかなというのを調べていまして、で、まあ、書き込むアップとかですね、コンジャクマップとか、まあ、先に説明したもの以外に42マッターズアップマーケットデータ API っていう、あの Android のアプリと iOS のアプリを検索するような API のサービスがあります。まあ、多分アプリをあの作って売られている方はご存知だと思いますけど、でこれちょっとコチズっていうのを検索してみますとですね、これはちょっと資料に載せづらいかもしれないですけど、あのコチズフラリを作っておられる、ATR クリエイティブリンクの方が、まあ、なんか38種類ぐらいアプリを作ってリリースされてるんですね。で、なんかこれ一案件、なんか10、あんま値段言わない方がいいかもしれないですね。結構あの、儲けてはるなっていう感じがあってですね。で、あとはあの、まあ、皆さんご存知の合同会社に移住所とか、まあ、いろいろあるかなと思います。で、あの、多分、こういうところの会社はすでに自分の、あの、
自社のシステムを持ってて、でそれでかなり自動化してるはずなので、まあ、これをちょっとオープンソースで同じようなものを作ってですね、やっちゃいましょうかっていうのが、まあ、私の個人的なモチベーションです。あと5分です。あ、失礼しました。で、まあ、要するにこういう古地図アプリ作りたいと思ったら、こういう古地図ぶらりさんのサービスを使うとかですね、まあ、エンジニアの製品を使わないといけない。で、まあ、そういう製品自体を作りたいというのが、まあ、モチベーション。で、まあ、その地域が主体的にアプリを作った例として、コードフォー金沢さんがゴミなし JP というのを作られてて、で、これのすごいところは、GitHub でアプリをフォークして、で、自分たちの地域の、まあ、ゴミの収集日の CSV を編集するだけでですね、まあ、自分たちの地域のアプリができちゃう。で、他の例えばアメリカとかを見てると、ゴミ収集日 の、まあ、システムって結構同じ、まあ、いろんな市役所で同じシステムが導入されてて、まあまあ、こういうアプリを自分たちで作らなくても結構あるんですよね。でも日本って役所ごとに全然違って、なんか PDF で自分頑張って作ったりしてたりとかですね、まあ、日本は多分そういうのになってなかったので、そこをまあこういう自分たちのコミュニティで自分で作るっていうのが、まあ、いいポイントだったと思います。で、これをまあ参考にしてですね、まあ、最初古地図アプリを作ってみようとしたんですね。で、まあ、とりあえずオープンソースで何かないかなっていう。で、なんかこうアメリカが作った日本の都市計画図みたいなのがオープンデータだったんで、まあこれをジオリファレンスして、で、こういうマップとかもですね、自分で JSON のデータを入れて、まあ、中をすげ替えるだけでいろんな地域のできるようにしたんですけども、よしよし、これでできた、これで使おうと思ったんですけども、まあ、なんか聞いてみるとですね、まあ、古地図のデータをオープンデータ化したくないらしいんですね。著作権ちゃんと持って、で、まあ、利用制限も結構したい、あ、じゃあこれ GitHub に置けないねってなったんで、どうしよう。で、さらに問題があって、小学校で使いたい場合って、まあ、古いタブレットで結構スペックが低い、あと Wi-Fi モデルなので街歩きできないって言われたんですね。なるほどってことですね。で、ちょっとローカルで動くのアプリに変えないといけないってことですね。で、これから、ここから先はこれからやることなんですけども、まあ、アプリどうやって作ってるかっていうと、まあ、大抵の古地図アプリを作ってる会社は、こういう流れですよね。ジオリファレンスして、GCP のリストを作って、まあ、グランドコントロールポイントですとかね、これを作って、で、地図タイルを作って、タイルのデータをアプリに入れて、あと、マーカーとかで実施してね。で、なんかアパッチコルド、コールドバっていう iOS と Android 両方にワンソースでどっちにも対応できるようなフレームワークがあるので、まあ、これを使ってアプリを使っているところは結構多いと思うんですけども、これやるためには結構サーバーが必要なんですね。サーバーを使わない場合は手元のパソコンでこれをコンパイルとかビルドしないといけないんで、で、そうすると、まあ、やっぱりプログラマーしか使えないじゃないかっていうふうになっちゃうので、でもこういうのを、まあ、クラウドでできるようにしたい。で、クラウドでできるようにするには、スラックインっていう事例があって、ヘロクじゃない、GitHub に置いてるソースコードをポチッとボタンを押すだけで、まあ、ヘロクにデプロイされて、ですぐウェブアプリとして使えるっていうような、まあ、最近クラウドの事業者はそういうサービスをやってるんで、まあ、ポチッと押すだけでですね、こういうジオリファレンスできるツールとか、まあ、GCP リストを、まあ、タイル化するところは結構スペックがいるんですけど、まあ、そういうところもワンクリックでできるようにしたいなと思っています。で、エンジニアの人は、まあ、オープンソースで公開するところまでやってるんですけども、これからはオープンサービスみたいな感じですね。ワンクリックでインストールして、でクラウドで動かせるようなところまで意識して、まあ、プロダクトを作っていかないといけないかなと思います。で、オープンデータとオープンソースは、まあ、これからどんどん今小学生の人が、まあ、できるようになっちゃうんで、まあ、エンジニアの人は次のレイヤーですね、サービスのところまでやっちゃうのが、まあ、大事なのかなと思います。で、今作ってる高校地図なんですけども GitHub に置いてあるので、仲間を募集しています。もしよろしければスターか
告知がしていただけるとありがたいです。発表を終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ちょうど時間いっぱいです。何か質問がありましたら。はい、ガスちゃんお願いします。すみません、一点情報共有です。ジャパン、あそこのシティプランの地図の GCP 打つ、打たないって話なんですけども、大塚さんってことですか、がやってるところやって、はい、この間みんなで知り合おうぜということで、手順の方、ハテナブログかなんかに書いてましたので、もし、はい、で、大塚さんの方で、GCP みんな結構打ってくれたら、俺タイル化するぜみたいなことをおっしゃってますので、そうですね、はい、そのなんかタイル、GCP さえ打てば、あとはタイルにできるようなサーバーが欲しいところなんですよ。はい、で彼が多分そのサーバー出すのかな、ちょっと分かんないですけど、そんな動きはあるということだけはちょっとお伝えします。ありがとうございます。はい、では、これに、どうもありがとうございました。